い、どうもこんにちは、ピアさんのゆです。今回はちょっと面白いものが追加されたらしくて、このね、カスタム画面のね、ところにあるんですけど、この一番上、かっこ悪夢、ハンターの身代わりの人格に挑戦というのがあるらしくて、どうやらね、ボットに悪夢モードが実装されたらしいということで、なんかこれね、先週ぐらいから中国版には実装されてたんだけど、さらにね、もっとこの悪夢モードが、今日のアップデかなでもう一回強化来たらしくて、多分日本版はまだ来てないと思うんだけど、この後ちょっと中国版に切り替えて、さらに強化された悪夢モードに戦っていこうかなと思います。さあ、始まりました。軍事工場。さあ、悪夢モードのボットはどこまで強いのかっていう。女王か。なるほどね。はい。まあじゃあとりあえずここは一旦売れないし、まあ大体工場行くと思うんで、まあ工場、やばい。近くね。近くない？やばい、待って。俺旋回したけど普通にめちゃくちゃぴったり当てられたんだけど。死ぬ？これ死ぬ？あ、ギリ内側入ってくれた。そっち側入っていくでしょ？死ぬんだけど。普通に死ぬんだけど。袋使えばよかった。とりあえずここで板倒して、とりあえず距離チェしていくしかないんだけど。待って、思ってたより舐めてた。正直まあ、言ってもまあ、ロボットでしょって思ってたんだけど、やばいか。これは、よしいいよ。いい距離感溜めてる。これ普通にもう使っちゃう。これボットさんちょっと鏡がばいんじゃないですか？ここまで行ってしまえば食らわない。はい。まあ、言うてもまだチェイサーできるか？さあ、ここで普通に乗り越えてくる。キボスとか使うのかな？どうなの？特質なんか使ってくるのかな？使ってくる気配も特にないんですけど。やばい、普通に食らっちゃう。あ、一瞬なんかやっぱボット特有の立ち止まりあるけど、まあでもって感じが。やばい。何それ、何その鬼没。俺より上手いんだけど。みんなさ、板とさ、相打ちのああいうタイミングの鬼没ってさ、間に合わないじゃん。だから一回空振ってか、その後に鬼没を使うんだけど、一回空振って無理だって判断した瞬間に鬼没を打ってきたんだけど、やばっ。さあ、続きまして、昆虫学者で来てみました。他にもいんのかな、ハンターは。なんか俺も見た感じ、なんかツイッターとかで見たのさ、大体女王だけの情報しか見てないんだけど、さ、信用して、あ、やっぱ女王しかないんかな。どうなんだろう。まあ普通にチェイスしていきますか。やだ。けど、おボットさん迷ってますね。これ鏡がばっちゃったんじゃないんですか。まあとりあえず虫を使いながら距離つけていきますか。もうとにかく追いつかれないように。あんま予測鏡っていうのをして、おお、先回りされてる。予測鏡あんましてこないね。さあ、虫壊してる。ちゃんとアイテム壊すっていう概念はあんだ。さあ、ただなかなか鏡は出してこない様子。やばい、虫普通にボットだからまさか壊さないよなって思ってたら普通にやられた。なんか、板割り入ってない？板割り入ってないか。板壊して早い気がするんだけど、気のせい？俺の。よし、入れ替わった。あ、入れ替わる判断もするんだ、ちゃんと。すごいな、それは。あ、どういた？なんか、虫に乗るとさ、一瞬見失わない？この人。あ、やばい。危ねえ。やばい、ちゃんと引き打ちしてる。今、引き打ちするふりして入り込むっていう高度な戦略した。え、虫壊されるこれ。危ねえ。ちゃんと虫壊されるな。やっぱそうだね。やだけど、これ、虫。これシステムの穴をついたか。これ虫の移動スピードアップによって、ボットの鏡精度を鈍らせることに成功してる。あ、よし。やばい、皆さん見つけてしまいました。早くも見つけてしまいました。この最強ボット、悪夢に打ち勝つには、虫を使えば皆さん、もうちょちょいのちょいですよ。これで、はい、体を打って、はい、ダーテを決めていくと。よし。これもチェイス無限だな。あ、やっぱ板割り、ああ、怖い。板割り早すぎるんだけど。板割りが早すぎる問題はあるけど、普通にチェイスはいけそう。死んだ。いや、食らう。いや、ちょっとね、このボット、やばいわ。なんだろう、もう人間じゃないレベルの、その、旋回対策っていうのと、あとは、その、鬼没の使い方がやばいね。さあ、近づいてきましたけども。ああ、やだ、その鏡。やだ。いや、間に合わんかった。じゃあちょっとラストこれでオフェンスでタックル行ってみようかな。旋回タックルにあのボット最強ボットなら反応できるのかどうなのかちょっとやってみたいな。これでさ、あのボットがオフェンスのさ、旋回タックルに反応して攻撃振ってきたりとかできたらマジですごい。さあ、どっから来よう
どっから来てるか分かんないな、怖いな。まあ、普通にこう倒して乗り越える。さあ鏡を使ったけど、その使い方はまだまだアマちゃんなんじゃないか。まあ僕も言うてね、女王は S 経験者なので女王に関しては生きれます。もうボット相手にマウント取ってくから。あれ見失っちゃいましたか。あ、しゃ、なになになに、どここれ。あー出てきた出てきた。とりあえず先倒しを決めつつ行きますか。どういう条件で鏡出してんだろう。なんか出してる時と出してない時の差があるんよな。板倒した時とかにやんのかな。これ決めるか。いや、そういう気持ちじゃなかったんだけど、なんか神タックル決めたな。鏡をちょうど打ち消すっていう神タックルを決めてしまいました。さあ順当に離れていって、ただタックルにはあまり対抗できなさそう。いや、よしよしよし、なんかちょっとなんか、おい、タガなんか、待って、はい、この人不正してます。スタンしながら自分の体の向き変えてます。この人ずるいです。はい、空振らせる。あ、やだ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 、ここなんか障害物あるな、この人。いや、あ、怖い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 、ここは板先、やばいって。その気持ちがやばいね、この人のとんでもないとこ。その1、やはりこの鬼没の精度がやばすぎる。誰も避けられないじゃんこんなん、無理じゃん。オッケー、まあ、ただ、まあ、タックルに対してのちょっと対策はまだまだアマちゃんかな。はいはいはい、鏡出した。もうそんな鏡じゃ僕追いつかれませんよ。こっち側行ってしまって、うん、はい、はい、ここからはね、まあ、本物を見せつけてやろうかなと思います。あの悪夢モードがハンターしかボット用意されてないっぽくて、でしかも多分ハンターもね、やっぱ女王しかないっぽい感じはしましたね。まあ多分難しいんだろうね、やっぱアントニオのさ弦とかをそう作ろうと思うとなかなか難しいのかもしれない。こっちが誰か入ってたな。あれあれいない、あれあれあれ、このままじゃボットに負けてしまう。まあさすがに今女王元1位経験者としてボットに負けるわけにはいかないんですよね、決めてゆく。まあこの勝負とさっきのあのチェイス101を見比べて、まあどっちの方が、あ、なんかいる、女王1位にふさわしいかっていう戦いをしていきたいところではある。よいしょ。いやでもマジであの鬼没俺もできるようになりたいな。インチキだよねあの鬼没、ずるくなかった、みんなあれ見ててさ。さあこれ殴れそうじゃない、いけ。じゃちょ、なんか知らねえやつが肉壁してきた。まあこれまあロボット2個壊したのは良くないな、あそこでやりたかったな。さあここで彼に、あれなんかあれあれ遠距離鏡制度負けてませんか。あれあれれれれれれ、しかもこれ入れ替わってしまって救助行ってる、もしかして救助、これ行かれてますねこれね。あれれれれれ、女王さん、ボットに僕負けてますけど大丈夫ですかね。とりあえず一発殴っといて、まあ無傷救助されてしまったものの一撃与えとけば大丈夫なんで、しっかりと冷静に打ち抜いていきたいところ。 OK、 いいよ、よし、焦るな焦るな、やばい、めっちゃこの試合緊張するんだけど。ボット、この試合で鏡が下手だったらもう僕ボット以下です。もうボット以下っていう、もうそれレッテルを貼って生きていかなきゃいけないんで、なんとしてもいい鏡精度でやっていかなくてはならない。さあこう吸って、まあ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 、まだ暗号機5台で負傷1位作れてるんで、機械技師のこいつは1人分落ちてる。で向こう手配ついたのはだいぶでかいな。さあ救助来るか。はい1位系。さあこれも DD 確定だけど来るか。鬼没使ってもいいけど肘当て多分使うか。使った。でああなるほどね、いい救助だ、超高救助。まあここは冷静にね、危ない危ない危ない、攻勢使わせるんで救助させる。もう攻撃されちゃったらねもうどうしようもないんで、しっかりと倒していく。やばい、攻撃ボタンが押せなかった。今日ちょっと攻撃ボタンの反応が悪いな。あわよくばもう一回狙いたいところ、肘当てもう一個使ってくる。さあ使おう、よし、これでかすぎ。でスタン決めてくれるけど、で向こうが回復しにいってるねこれね。さすがにやれんか、やれそう、いや惜しい、無理か。まあ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 、結果これで傭兵がダウンしてくれたんで、そのまま超古事が回復するようであればいるね。無理じゃないさすがに、そこの回復するのは。一応様子だけ見に行こうか。傭兵釣ってもいいし、超古ダウン取りに行ってもいいし、まあ全体負荷を決めに行きますか。普通に殴れそうこれ、構成を使わせる、いいよ。で戻るかどうかな。よちよち歩きしなかった今。さあ戻っ、やばい、これ攻撃ボタンが反応しない、やばい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 、これボットだったら今の鬼没で華麗に決めてます。読み合いボット以下かもしれない。はい、危な、
香水間に合わなかったか。危ない危ない。あそこだな。向こう側さっき言ってたけど、止まったってことは向こうら辺にいるはず。うん、可能する。さあ、ここに二人ともいるんじゃないんでしょうか。そこ一人はいそうだけど、できればね、義士を見つけたいとこではあるけど、さあ向こう側離れていく。いや、いないな、義士全然いないから多分、集積かな、なんか箱からなんか、回復したっぽいよね。で、ダウン取れた。で、起こした。早っそんな向こう側に向かってたんか。やっぱそうだね、注射器だね。血をなんか言ってそうな気もするから、こっちがクリアリングだけしながら行ったけど大丈夫そう。よし、飛んだ。さあ、じわじわと追ってきた。あー、追っていきたいところだね。俺これさ、ボットに負けてね、チェイス。俺よりボットの方がさ綺麗なんだけど、いろいろ鬼没やらなんやらがおかしいね。さあ、これもあと鏡でおしまいよ。いい、よいしょ。あ、惜しい。いい、よいしょ。オッケー、ようやく当たった。やばい、今回の、うん、今回の試合勝負には勝ったけど、なんかボット殿の勝負には負けた気がする。まあなんか悔しいけど、今日の動画終わろうと思います。今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。